皆さん、こんにちは。工場団の河野です。今日は榎本先生を招きして、江戸時代の三大改革についてお話を伺います。工場団テレビ。じゃあ、先生、どうぞよろしくお願いします。お願いします。まいや、僕、三大改革っていう、まあ言い方をして、まあ確か教科書でも、あの、そう習った記憶があるんですけれども、ただまあ、ただ、まあ、いろいろ先生にこう、歴史についてね、教わってきたりする中で、ちょ、田き意ぐがやったことは。 改革じゃなかかかかったのかとかあととあ白石とか、まあ、こういう僕、えー、から見るとあの改革をした人に見えるんですけどあのどういう、まあ、経緯で、まあ、その3つにこう絞られていったのかみたいな話を今日はちょっと整理していただきたいなと思って、えー、企画しましたまずはその教科書的な説明をすると。うん 改革として名誉に意識され、断行された、それぞれの政治の転換を、挙歩、うん、の改革、うん、関西の改革、天保の改革って名称で呼び、うん、それは総称して3年目よくは慣例となっている。うん、じゃあ、これも慣例がいつかってことなんですけど、うん、あの、日本史リブレットって本によると、とまず江戸時代に、うん、何て言うか、改革って言葉で、<る>初めて出てきたのが、天保の改革をするときに、主導した水野忠国が、うんうん 前の2つの改革を、真似て今回、改革しますよってことを将軍の上位って形で宣言してるんですね。だから、この時に初めて前の2つが改革だったことが分かったと、まあ、つまり、そのまあ、吉宗にしても、まあ、松田信にしても、まあ、おそらく、まあ、田沼晃次原百責も、改革やるぞっていうふうに言ってやったわけではなくて、あのその天保の改革の、まあえー、実行責任者というか、まあ、実務者として、うん、 任命された、まあ、水野忠邦が、いや将軍が、えー、その吉宗の、えー、教皇の改革で、ま、松平定信の、えー、完成の改革、この2つの改革を、えー、手本とするっていうふうに言ったので、はい、初めてその時に改革っていうその、まあ、定義付けというか、意味付けがまあされたってことですだから幕府の中の士官ではそうなったんだろうけど、うん、そのもとに言ったら、ここじゃないかっていう人がされてて。 あとはあくまで考え方なんですけど、うん、前世と悪性が交互に繰り返しのあるある考え方があって、うん、前世である義経の後に、まあ、悪性とされてる樽馬、うん、時代があって松平、うんまあ、様どもの時代があって、うん、大政治があって今の時代じゃないですか3つこういうふうになってるから改革じゃないかって考えたっていうかもしれないとも言われててなるほどまあいきなり脱線しますけどその話だとこう遡っていくとね、まあ、例えばそのじゃあ 荒、えー、井白石の時代がその前にもあるしでその前に家光の時代があって秀忠の時代があって家康の時代があってってなると少なくとも家康が善政だったら秀忠は悪政になっちゃうしでなんかその秀忠を善政するなら家康と家光は悪政になっちゃうからなんかその最初の特に三大将軍ぐらいまでの、うん。 ところで、なんかその、説明がつかなくなっちゃう、なんか論理な気がするんですけど。ね、プラス、さらに、その今おっしゃったように、聖徳ちの地自体が悪性かもしれない綱吉、うん、の政治の揺り戻しだったりするわけだから、うん、これも改革じゃないかできいうん、もあると思うので、うんまあ、あくまでも言い方、考え方ってことで思っていただくといいなと思ってて、うん、で、この辺がなんで固まったかっていうと、うん、昭和19年に、近世に日本の三大改革って本が出て、はい、これ以降、ここで三大改革って多分 決まったといて。あ,<ー>あ、もしかすると、その歴史学者の意見とかによっては、うん、そもそも四大派だったかもしれないし。実際、結構、聖徳の地って、ガラッと、いろんこと書いてるんで。はい、い実際、今回、その先生にね、その、まあ、改革と。あのー、まあ、見ても。まあ、良さそうなものをリストアップしていただいたら。まあ、とても、三では収まらない数が。こう、出てきたわけですよね。はい、ええ、まあ、今の先生の話だと、その昭和に出た本が、まあ、ある意味。 こうなんか現代の価値観というかその三大改革っていうものを定義づけたみたいなその話で言うとまるで司馬太郎の本であの僕らの歴史観がこうすり込まれていったのとまあ似たような話でこう昭,和にあのこう昭和の歴史観でもってこう江戸時代にはまるでその3回しか改革がなかったかのようになんか誤解してるところもね あ,のまあ、あるのかもしれないなっていうのはちょっと思ったので、まあ、そういう意味でも、まあ、今日、えーまあ、3回どころじゃなくて、まあ、江戸時代でいっぱい改革、はい、あのしてたんですよっていうことが、まあ、伝われば、ね、あのいいかなと、えー、思いますね。 あとやっぱり難しいのはその何を悪性と思うかって話で。そうですね。僕は結構常安さん好きなんで、うん、常安さんのことは全部悪性かっていうとそうじゃないけど、多分その多的に言うと悪性だったのかなっていうことがあるかもしれないまあそれ逆に吉宗の,あのやったことも、まあ昨今ね、まあ、それ田沼靴もそうですけど、その再評価が進んでて、吉宗も別にあのダメなところいっぱいあるじゃんとか、あるいは田沼靴がやったことにもいいこといっぱいあるじゃんみたいな話で、その。 あの結局、改革する人たちは、まあ、その前の人たちを悪く言うことで、あ自分たちの正当性を主張するという、まずこれは現代でもあの当然、まあね、与野党がひっくり返ったりすると、当然起きる話なんですけど、そういうなんかその、うん、なんていうか、イメージ戦略というか、そのネガティブキャンペーンみたいなことが、まあ、常に行われる前提でこう、冷静に読み解いていく必要はあるなとは思いますね。 簡単に善悪の二元論で解決しないってことで、うん、それぞれその人なのりのと、一つやっぱり政治主犯として動いてる今日うで,す、ね、なで,で、ちょっと今日のポイントが一つありまして、はい、この政治主犯の人の権力基盤っていうのが、すごく大事だと思ってて、うん、さっき河野さんと事前のお茶でも話したんですけど、やっぱその将軍とか老中とかが力がなかったりとか、うん、すぐ死んじゃったりすると、基盤がないので続かないですよね。はいうん ここもすごく大事かなと思って、うん、その人がどのくらい強いのかとか弱いのかとかあとはそ,のそもそも、えーまあ、どの家をの出身かみたいに吉宗は良、まあ、くも悪くも、まあ、外から入ってきた人だからできたことっていうのもあるし、まあ、そのことによっての足、まあ、かせというかねその、えー、制約ももちろんあったと思うんですけども、はい、そういうのもありますよね。し、ね、しににしてても家の分にしても、うん家見 直系じゃなくて、次男、うん、三男の家から入ってきてるんで、そ,でね、その時に、じゃあ、そのもともと言ったバッグを動かした不代代表との関係で圧力が生まれて、うんで、自分は自分の家臣を徴用しすぎて、それ,はそれで圧力を生んでみたところもあるので、うん、そういうところも考えながら見ていくと面白いかなと思います,そうですね、うんはい。じゃあ、まあ、えー、まあ、これからちょっと、あの、いろんなね、あの、まあ、改革、もしくは改革的な、えー、ことがまあ行われているので、まあ、それをちょっと順を追って、えー、時系列に沿って、 えー、ご紹介していただこうと、えー、思うんですけれども、まあ、最初はあのさっきも出てきた新井白石による聖徳の地、まあ、僕は聖徳の地っていうふうに、えー、この,あの教科書には多分載ってると思うんですけども、ここなら別に聖徳の改革でいいじゃないかっていう実際、の話ですよ、ね、実際内容的には非常に改革で、はい、まずこの前の杉敷って人が、ま、時代的にもちょうどその、 治政治に変わる武断派政治だと、分政治に変わっていくところで、うん、もう戦争も遠くになってくる時代なんですね。はい、で、儒教と仏教を重視して、うん、有名な勝利あるものの例を出して、うん、で、軍事的な時代にしようと思ったんだけど、うん、急にきゅっとそっちに浮かしたんで、うん、やっぱ反発も大きいですよね。もともと武断派の人たちが多い時代なんで、まだまあ、ねうん。あとは、明暦の大化っていうおか子があって、はい。はい そこに復興がか,かったことと、うん、これまでの徳川家の収入基盤って、うん、秀吉の時と同じで金銀鉱山なんですけど。うん、それは枯れてきたと、うん、収入が減ってきたと、なのに。たくさん神社仏閣作っちゃったんで、うん、財政に大ダメージを負ったと。なるほどね。なんか、まあ、あのー。多分、将軍家が自社仏閣にお金を使うっていうのは、まあ、ある意味、これって将軍家の威信を守るためにも必要な。まあ、必要経費で。 別にこれは家康の,の頃から家光の頃も含めて、えー、結構な金をあの使ってますよね。えーまあ、ただその、そもそもの収入があっての,あの支出なので、こう収入が目減りしてくる中で支出を維持しようとすると、まあ、途端に金蔵が底をつくみたいな話になっていくという話ですね。一説によると 常成政権期に、自社に使ったお金は、うん、七十万両。それってどれぐらいの。規模になるんですか。普通の大半一個の一年分の収入。二年分ですね。だって、ここごみだったら、百四十万円の半だから。かわはの年収料多い。なるほど。を使っちゃうっていうのは、結構。大変ですよね。うんうんうん、そうですね。なんか、まあ、あのー、まあ、金山が、こう、枯れ始めるとか、まあ、そういういろんな。 ね、あの収入が減ってるっていうのがまあ,あるんでしょうけど、まあ、逆にあの収入確保できてれば、徳川家、将軍家すげえなっていう話で、まあ、それぐらいのお金をあのこう、まあ、自社にばらまける、えー、っていうのは、まあ、えーまあ、大事な,、ねあのーまあ、なんか経費だったんでしょうけども、うん、今も昔も公共事業って大事なんで。そうですね、特にあの自社の技術ってあの やっとかないと継承されないので、いいことなんですけど、ちょっと使いすぎちゃったら。で、こういうふうなことがあったので、次の政権ではどうしたかって、勝利ありの例を、一部の例を抜かして、中止しますと。で、あと物価、貨幣を解約して、金の含有量を減らしちゃったんで、上がっちゃってるんですよ、それでちょっと金の含有量、含有量直したりとか。あだからその 粗悪、えー、な、あのー、金貨に変、まあえー、えていたのを、まあ、元に戻したというか、そのまあ、良くしたってい要するに財政が悪くなったので、粗悪、うん、なほどにして、たくさん作っちゃった、うん、なんかそのなんだろう、えー、じゃあ、千円札のこう,薄くこうしてあのこく枚数はあの維持できるようにしたんだけど、 もらった側からするとこれ薄いなみたいな感じでばれ、うん、ちゃうのでこれは昨日までの1000円の価値ないよねっていうふうに結局見なされてしまうからうあの意味がなかったってことですね要は経帳小判が1000円だとしたら、うん、原料小判500円になっちゃったんですと物価が上っちゃいますよねそうですねっていう話ですあとは朝鮮通信使の対応を変化して、うん、対応を簡素化するとかああんかそのすごいそのまあ豪華なもてなしをしてたのを まあ経費削減をするために、まあ、ちょっと簡素、えーまあ、にしたとなんで、経済効果とその文化的政策を行って、うん、このあと変えていこうと思ったんですけど、はい、家の部も家継ぐもすぐなくなってしまったので、そうですね、ちょっとあの長続きしなくて、うん、一部の改革は吉宗に継承されたんですけど、うん、まあ他は戻ってしまったって感じで、うん、中途半端に終わってしまったっていう。 そうでだから聖徳の地に関して言うと、やっぱりそのあの将軍が短命だったことによって、まあ、結果としてその、まあ、十分にその時間が、ね、あの取れなかったから、まあ、成果としても、えーまあ、中途半端というか、その成果が出る前に、もうあの中断せざるを得なかったみたいなところがよく言われます。だからまあ評価の難しいところですね この後、まあ、たくさん荒井白石は建の提案を作ったったんですけど、うん、まあ将軍が変わってしまったので、うん、そうですね、まああのまあ、自分のバックにいる人が、まあ、いなくなっちゃうと、権力を、まあうまあ、失うというかね、その支えてくれる人が、まあ、いなくなれば、あの自分が、えーまあ、その政治をする機会そのものが奪われるということですね。特にアメハクセキの場合あの 大本とかではなかったので、うん、まあでも、イエロが尊敬した先生って扱いで,で,です、ね、学者ですもんね、そうそう成績バッ,バックボーンがないので、うん、い緒にやっ失ったときに動けなくなるっていうあまあ民間東洋の大臣みたいな、あそうですよあ首相、まあ、政権が交代したときに、もうあのポストがなくなっちゃうみたいな感じですよね。 なんかその与党じゃなくてなんか連立与党みたいな感じのところと自、うん、分たまたま首相になった人の先生だったみたいな感じだと思うというお話だと思うんですけど、うんうん、ど基盤が弱かったと、うん。じゃあ、まあ、そうやって、まあ、あの今ね、消毒の地位を、まあ、伺ったので、まあ、その流れで、えー、どんどん進めていきたいと思うんですけど、まあ、今、少し吉宗の名前が出ましたけれども、その吉宗がやったのが、享保の改革ですね。はい あの科学ってのは16世紀以降、その新田開発とかノンストローム開発によって生産量向上が続いてたんですけど、うん、この頃はもう止まってきててで、米をベースにすることが難しかったですと、はい、貨幣経済の方に移り始めてて、うんで、やっぱ米のベースの武士たちっていうのは、ちょっと財政的に厳しいと、うん、庶民がお金を持って消費,消費社会ってを拡大していく中で、うん、まあ庶民は大成功してきますよね。 そうすると、はいはい、微分秩序が崩壊していくんですね。はいはい、米をベースにした武士の力っての弱まって。消費者からベした小児のお金の力ってのが強まってくると。うん、まあ、つまり、その戦国時代から、まあ、江戸前半に至るまで。まあ、ある意味、その米本位制というか、はい、そのすべての。あの、基軸が米にあるので。まあ、米をたくさん持ってる人が、あの、まあ、強いみたいな。 えー、社会だったんだけどだんだんそのいちいち米をお金に変えてみたいなことがあの、まあ、面倒だしあのお金と物をこうお金が全てのベース基軸になっていくと、うんまあ、そもそもお金を取り扱ってる、まあ、商人とかの方が、まあ、裕福にもなるし、まあ、結果強くもなるしっていうので。 だんだんその社会構造というか、まあ、いわゆる死の交渉、死、まあの交渉があったかなかったかみたいな話も、ね、あ,のありますけれども、少なくとも武士の身分とか、武士の強さのまあ源泉みたいなものが失われてきているというのが、背景としてあったとあとはその本当に部から分に変わっていってるんで、うん、いわゆるその武士たちの思うことも変わってきてて、うん、あまり部の方に重きを置かなくなってくると。 あそれなんかあの武家諸法都の流れとかでもねでで、はい、よく書いてありますよね。要は武家諸法都の中でも武に関する項目が減ったりサクサクとされてる中で吉宗がそれを復活させると、はいでまあ、軍事路線に戻していくっていうまあねその家康をまあ崇めたてりまあだから家康っていうのがまあ本当によくも悪くもみんなの何ていうか えこうお手本というかなんかその神になっちゃってるのでまあ家光なんかもそうでしたけど家康の言うことが絶対みたいなその王様ゲーム的な感じであのみんなが振る舞っちゃうのでなんかこの,あの変化に対応しなきゃいけないんだけどの軸になっているものが家康様だったらどうしたであろうみたいなところにこう行っちゃうと まあどうしても時代遅れなかしかこう浮かばないというか出てこないみたいなこのなんか矛盾というかこの難しさみたいなのはあるんでしょうね、うん、多分その背景に一つ大きいのは、うん、これであの時代鎖国をしてるのではい、はい、文化があんまり入ってこないですよね朝鮮とは交易してますけど多分その文化思想面でそんなに広がっていかないと、うん、だからアップデートされないままあのずっとご招大事に この神君家康公の教えを守り続けるのがまあ正しいっていうふうに思い込まざるを得ないっていう状況ですね。この時代ヨーロッパでは大変革が起きてるんですけど、うん、江戸の、ねうん、250年間っていうのはだ結構江戸幕府時代はポツンとまあ取り残されてる感はありますよね。まあ逆にそれによって国の文化が生まれたりしてるんで、はい、どっちがいいかってことは一旦置いといて。 そのやはり世界では政治思想というのはすごく進んで、経済政治の勉強が進んでいく中で、江戸幕クの中で動いてて。ああ、そっか、だから、例えばそのヨーロッパとかでは革命が起こってたけれども、はいまあ、日本では、まあ、せいぜい改革のま似事が、あのままあ、せいぜ言やれたことみたいな、そのなんか、あのスケール感は確かに違っちゃあ違う。もちろんそれは あのイコール、改革には血があの伴うので、あのそういうその流れた血の量みたいなことで、えー、比較をすれば、日本の方がよっぽど安全で平和なんですけれども、まあ、少なくともそういうその、えー、違いっていうのはありますね。うん、で、な、ま、ん、あ、で改革が始まったかってところで、さっきお話しした通り、6台、7台が結構短命でなくなってしまって、うん、横に直径がいなくなくんですよ、はい、一応、1人いるんですけど、うん、あの告げる候補じゃなかったので。うん そうすると、御三家が選ぶってなったときに、はい、まあ吉宗に白羽屋が立って、はい、吉宗が将軍になったと。まあ、派ってやつですね。すねはい、はい。で、そのときに、まあ、彼、もともと、そもそも紀州藩も継げないような末っ子だったんですけど、うん、まあ運よく継いだときに、うん、まあ庶民派だったので、紀州藩でも契約をした,したわけですよ。はい。で、倹約性格でうまく改革をできたので、うん、そのときのスタッフを連れて、江戸城に入るわけです。はい。だからまあ、えー、なんだろう、その、 リストラで経営を立て直したから、本社もそれでまあうまくいくみたいな感じで、みんなでシスト倹約で乗り切ろうみたいな感じで来たと。はい、ただやっぱりさすがに、もう、暴流も暴流から来てますから、うん、すぐなんかしたわけじゃなくて、自分で話をしてて、いわゆるそれまで、まあ、学生をまあ えーまあ、仕切っていた、まあ、不代大,大名がたくさんいらっしゃるわけですから、えーまあ、そこにいきなりこう上から言っても聞いてもらえないから、まあ、一応その何とかその、えーまあ、こうゆっくり、えー、始めるっていうその辺はでもさすがですねなんかいきなりなんかあの波紋をこう起こすんじゃなくてちょっとまあ様子見というかねこの 関係,まあ、関係を作るというよりも世代交代を待つみたいなところもあったと思うんですけど、まあ、そういう時間をかけるっていうのはさ、まあ、すす、ね、がでね10年ぐらい経ったときに勝手がかり老中っていう主犯みたいな老中がいって、うん、仕切るそこにあの水野忠之って人を登用してから改革が始まる。はい、で人材、まあ、投用としてはその結構その前の3代の時っていうのが、はい、まあ皆さん、合流から来たこともあって。うん 側近をめっちゃ重容するんですよ。うんうん。柳沢吉康とか含めて。はい、かそうすると、あ,のー、あんまり普代大名がメインのところに来れないでかったんです今回は普代大名をちゃんと登用して、プラス側近で紀州藩出身の人たちを入れていくと。はい、うまく2つを使うと。なるほど。だからその側近も前のそば容人人たちみたいに、うん、もう何万句いたらでかい大名はしないで、2人一応。 そ,そばご用ついてから出世させてますけど、うんまあ、ちっちゃいタイミングに埋めておいてあんまシット置かないようにしてると思うんですけどこれは頭いいなと思ってそうですねまさにそれこそあの家康が本玉サルブ多政信を玉名は一番極で、うん、こうまあこう抑えてたというかねなんかそういうパワーバランスをうまく取ったみたいなところはありますねでこの時に有能な旗本も登場してるんですけど、うん、これが例の大岡越前ですよはい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  この時に吉宗が投資したのは大返し生。うん、で、その時に使えた制度が足高のせいって言って、うん、今までって出世すと、あの、どんどん給料が増えてくんですけど、はい、その給料、一緒の家についちゃうんですよ。そうすると、あんまりみんな出世させちゃうと。ああ、その、出出がどんどん、ね、出が増えちゃうんですよ。増えるからねあの。家ごとに決まってるから、うん、そう、どうしたかっていうと、役付きっていいた時だけその分追加で払いますよっていう。 ああ、だからその手当にしたわけ。そうそうそう,そうそうそう。そうん給。給与を上げるんじゃなくて、その役職手当みたいな形で、で、あの、当然その人が隠居して、あの代替わりすれば、そういう部分はなくなって、もともとの家に、家ごとに決められた給与に、まあ、戻るっていうことです。なるほど、はい。まあ、実際は、そう簡単にいかなくて。う <laughs> 何でもやったら、うん。頑張ったねって言って家の給与を上げちゃうんですけど。<laughs> 一応建前としてはこの台だけ足してあげるみたいなことに言ってくるんだけど、うん、一台限りですよっていうまあ何台か <laughs>、うん、な,なりますけど、まあ、一応そういうのがあることによって、うん、今ではこう300国1,000国って壁があって、うん、これ以上つけなかったんですよは、はい、それがつきやすくなったっていうのは大きいですよね。あそれはなんか、あのー、まさに今の「大河トラマ」じゃないけど平安貴族のなんかね家ごとになんか。 ね、そうですね、あの今の大河ドラまでも聞く、どこの氏族のどこの家出身のお父さんがどこまで行ったかによって、自分が行けるとか大体決まっちゃってますもんね。うん、ねなるほどね。で、財政対策としては、一方、出費を減らす契約をする一方、はい、収入を増やすってこともちゃんとやって、うんはい、これがあの大名から税金を取るっていう。1万100国を 的に大名か逆に、えっと、それって多分僕も含めて知らない人多いと思うんですけど、それまでその江戸幕府っていうのは、えー、諸藩から、不代だの、戸玉だのから、お金は一切取らなかったあくまでも、うん、まあ僕の感触ですけど、はい、要は自分ともの領地もあるわけだから、うん、金座銀座も支配してるわけだから、うん、もう強いじゃないですか、はい、その人からその税金取る必要はないと。あの 取らなくてもよかったっていうのが、はい、まあ逆に家康まあ多分それ秀吉の頃からのそのまあ流れだと思うんですけどもうちゃんとあの自分のところの食い縁というか収入源はもう確保した上であとはそれぞれでこう分,け分けるからそも,そもそもそこからの上がりはあの期待すらしてない,ていまあいうそういう話なんですもともとは。 河川拘置したときに、いわゆるお手伝い診、転嫁て、そうですね、それはやらせてます。やらせてますけど、じゃあ、一列に、いわゆるその、なんか、例えば、僕ら、会社持ってますけど、毎年、黒島、火事でも七万円持ってかるじゃないですか。均等割って持ってかれますあれぐらいの、まあ、あの、国高に応じて、会社の外見をして、つまり今、また資本金を押していくら入るみたいなことをやって、簡単に言うと。今までは国別にいらないぜって、みたいな感じだったのを、ちょっと税金取りますと。 ああはいはい100億円付き1 0みたいな感じで手を取りますよっていうなるほどなんかえっと前に三金交代のなんか勉強会をした時にその,その代わり三金交代の期間を短くしてあげるとかなんかそのバーターをなんか出してたような記憶があったんですけどそ,すそのバーターも出て、うん、その代わり1目で100億払ってます一時期、ねはいはいはい、るから えー、その分、お米でちょっとあのお米くださいみたいな、なるほどただこれって年、ね、世の中にあるんで、僕の意見なんですけど、うん、これしちゃったことになって、うん、今までの強い幕府像があそうですね、のだって、お金、今まであのいらないって言ってた人が、ちょっとあのお金くださいみたいな弱気な姿勢を見せたっていうことになりますよね。 小説家の僕の師匠なんか最近よく自分の小説でそれを書いてて、うんうん、吉宗はあれしたことによって幕府の米蔵に米がないこと言っちゃったから、うん、あれは悪性じゃないかっていうふうにその師匠なんか書いてて、ねね、確かに弱いように見せちゃったことは事実なんで、うん、そ,そういう見方もあると思います。まあ確かにねまああのー、ただまあこれさっきも先生ちょっと話してたんですけど幕府にお金がないっていうこと自体はおそらくあのまさにその。 えー、家光が建てたね、その勘江戸天守っていうのが明暦の大学で焼けて、でまあ、その後、星名があの天守作ってるお金があれば、江戸の町の復興に使うべきだみたいな話を、まあ、したと、まあ、こういう、まあ、美談がね、あのまあ、本当かどうか分か,ら、ね、分かりませんけど、まあ、残ってる。でもこれ、本来、あのそれまでの幕府であれば、まあ、自前なり天下武士になりで、その4代目の天守を建てててもおかしくなかったはずなんだけど、 でもそれはお金の問題なのか、それともその影響力というれる、ね、支配力の問題なのか、あの、立てられなかったですよね。だからこの辺も含めて、別に吉宗が、あの、バラしちゃったっていうよりも、まあ、薄々みんなにバレてたのを、あの、いよいよこう決定打になるようなもの、うん、ことを、まあ、吉宗が、まあ、最後のね、あの、一押しというか、あの、本当にないですっていうことを、 こう行っちゃったみたいな感じです。では無借金経営の感じで借金したはもんなんですよ。うんうんうん。結構収益だなとは僕は思ってて。そうですね。無借金どころか何だったら金貸すでぐらいのハ振りが良かったはずなのに、緑さんね貸してましたもんね。<laughs> いつの間にかなんかそのもうそのお金はなくてあのちょっと恵んでくださいみたいな話になると、まあ周りの反応は変わるまあ逆180度変わってきますね。でえっと次の。 話くんですけど幕府財政っていう話にいくんですけど実は大岡越前って大岡政団によって裁判の人ってイメージがあるんですけど実はすごく有能な官僚でして彼がやった仕事って物価実はそれはでも前井先生のコラムかなんかでも読みましたね。結局この時代ってお米がちゃんと増産できてたりしたので。 米の核は下ががるるんですよ物価は上がってるけどなんか大阪と行ったり来たりして相場の調整をしたみたいなことをなんかコラボで結局その大名家ってさっきお話してたりもうに武士も大名家も米基軸で、ねうん、財政をやってるから、うん、米の辺が下がっちゃったらどうしようもないんですけど、うん、米下がる物価が上がるってことが続いてて、うん、でまあお米げさまで言のはその通貨の買いで銀の品位ってのをどうするかって金銀の外出ってのをうまく銀の品位を下げて物価を で、この高すから出世タイムだったんですよ。なるほど。実は裁判の方じゃなくて、財政とか、そう、手腕。江戸の町を、まあ、武用って書たくさんあるんで、何でも別が、その中でも、裁判より、この、有能な官僚として結果を出したってことが大きい。なるほど。と、昔 NHK で見た。で、それは最近、やっぱそうなんだなと思って。僕、初めて買った本が、NHK 歴史番組の大会出演の回だったんですよ。へぇー。まり僕、当時、並行して、 TBS でお客さんのやつやってたから「はい物かよ」って見てたら「おこの人相場の人なんだ」と思ってそう最近あったのがそれで初めて NHK の本を買っておおと思ったのが僕の歴史の好きになった原をかった面白いのはやっぱり意外性が見えてくると「あこうなんだ」と思うとんからに歴史が好きになるっていうちょっと僕の話でしたけどあとはその自供的な人知から放置って話であの これよくこ野さんに話するんですけど、この前の時代の裁判ってのが、うん、偉い人が天の気持ちになって判断するっていう、よくわかんないことをおっしゃってるんですね、うんうん。まあ、あのー、なんだろう、それこそ、卑弥呼の時代とかは、あの亀の甲羅の割れ方でなんか、えー、決まるとか、まあ、いろんなその、あのーまあ判、判決の出し方みたいなのって、 まあ、鉄火気象みたいなものを含めて、神頼みみたいなのがずっと、まあ、あったわけですよね。で、まあ、その多分まあ行き着いた先が、多分その徳の高い人が、<う>あのこう神様にな,なり変わって、いた、まあ、子みたいな話ですけど、<う>あのまあ、善悪を判断するというところにまで行っていたのを、まあ、変えたわけですね。はいあの 効率をえちゃんと整理して、くじ方を治める人っていうのを作って、うん、民事、刑事に突き込もとをちゃんと作って、うん、で各奉行所もちゃんとあった、例くり方とか、そういう今までの判例をむちゃんとやって、はい、この部署がしっかり、今までの判例をもとに、え、うん、偉い人が判断する前に、うん、判例こうですよって示すことになって、うん、それで安定してくるっていう。なるほどね、なんかその、あのゼロベースでもう、い人にもう一任するんではなくて、 一応あの、参考までに、えー、過去同じようなことをやった場合は、まあ、こういう罪で、えーまあ、処分を、まあ、してますと、えーまあ、10件中8件は、まあ、こんなの処分でしたとか、みたいなその、えー、参考情報をあのセットで提示することで、まあ、その将軍とかは、じゃあもう今回もそれでいこうみたいな形で、えーまあ、判断をしやすくするというか、その え前例にのっとった判断になりやすくなる本来それが普通だと思うんですけど現代人からね <laughs> 現代人からはその昨日と今日でその死刑となんかそのねそあの執行猶予とか,なんか行ったり来たりするみたいなのは困るわけですけどあのまあ当時は今日の神様はこう言ってるみたいなことがま,あまかり通ってしまっていたってことですね。 ちょうど僕は準備してる小説が、まさ、あ、に裁判所の小説を書いてるんで、はい、その時調べっしたるときにびっくりしたって一番で。うん、なんだそれ、と思って。<laughs> だから現代人的な感覚から言うと、あのなんてひどいその制度なんだと思いますけどね。って思って、何冊か専門書読んだんですけど、うん、どれでも書いてあったの、た多分そうだったんでその辺も、多分なんかあの、僕らは僕らの今の時代の常識に基づいて、まあ、そう言ってんだけど、でも別に、 偉い人だけがそのずれた現代人とねずれた話ではなくて庶民も含めて全員がずれてるので、うん、そ,のその時代の人たちの中では別にあのそこまで強い違和感はなかったはずだけど、うん、まあでもそれでもこういうその変えるっていうねことを、まあ、したっていうのは、まあ、なかなかこの,あのすごい結論ですね。これ以降判例が大事になるんで、うん あのそうそう結構そういう判例とか事件簿がちゃんと整備されていくんで各、はい、奉行所にそういう事件簿が用意したと。それと夫婦になっていくんでそうですねまあそれまでは逆にそんな記録残しても意味ないですもんね。うん、その細かいそのなんかその犯罪だの犯行だのの,あの情報を書き残したところで結局気持ちであの罪が決まるんだったら。 これ、書いてる意味あるんだっけって、だんだん、こう、あの、サボっていきますよね。多分きちんと整備されたのはていうことだよね。うん。結構ね、江戸時代のそういう判例集ってたくさんあるので。うん、で、次に、武芸や実学の奨励ってことで、はい、キリスト教をちょっと警戒して、幼少、うん、は一部、だめだったんですけど、はい、中国語訳にしたらオッ OK とか。もうそれも、あの、よくわからない。 僕らからするとね僕らからするとよく分からないんだけど多分当時の,あのこの妥協点としては割とあの、まあ、落着しやすいところだったんでしょうね、うん、で次に待ち火けしはいで目安箱、うん、で小石会をその解消目安箱はなんかあの生徒会の,あの選挙とかに出るときによくあの目安箱を作りますみたいなことを言ってる子が 僕の中学とかにもあの確かいたような気がして、<music> 話がずれました。はい、で、えっと、ちょっと真面目な話に戻るんですけど、うん、なので、この改革は一応成功したというふうに思ってます。うん、で、ただ、問題は、この倹約ということが多分表に出てしまっちゃって、うん、この成功体験が次の2つの改革で不利に働いたんじゃないかと。 要するに契約すにればいいいいみたたななだけ見えたっちゃゃったんじゃないかんあと一度成功したんで回復という,うにやれば何とかなるんじゃないかと思っちゃったのはあるとこはあるかなとただこの回復自体は良かったことが、うん、多いのかなと思うんですう成功体験が、まあとに、まあ、悪影響を及ぼすっていう少なくともこの吉村の代で幕府の財政が立て直ったのもさっきの法律の文化も含めて、うん、ガラっと変わったのは事実なんで。 まあでも財政が立て直ったって言っても、そうやって諸般からまあげまいでその今まで取ってないものを取るわけだから、それって消費税を上げたからその税収が増えたみたいな話と変わらなくて、それはあのより深刻な問題の種をまいてるだけの話でしかないですよねまさに保存療法をしただけなんですけど、うん、まあ当時、確かするとすげえと思うじゃないですか。うん、全体で見ると 保存療法ななんでよくなってだからそのねあの年金制度を維持するために現役世代からいっぱい取るっていう話をしてそれは10年後20年後50年後にあの大変なことになるみたいな話ですよねだやっぱ今の僕らから見ると吉宗っていうのは根本改革をしたわけじゃなくて、うん、応急処置をしてしかもその教室で聞いちゃったからみんな安心しちゃったっていう味ではありますよね。なるほどね、だからまあ 最近ねあのその吉宗の,あの、まあ、昔はね吉宗の改革はあのもうみんなこう大成功と、まあ、言ってたわけですけど、まあ、最近はそうとも言えないみたいな、まあえー、意見も出始めてますし、まあ、同じように田沼をくつぐにしても昔はこの,あのこう悪人のように、ね、語られてましたけれども、まあ、最近はその功罪の功の部分が えーまあ、かなりあったんじゃないかっていう再評価もまあされてますのでそういうその,あのよくよく見てみればあるいはその中長期的にあの判断評価をすればっていうのはこう多分最近になっていろいろこうなんか出てきてる感じはしますよね。でまあそういう契約における吉村政権の後に出てきたのは、うん、そのたるもくつぐの時代ですね。はいうん これ何を行ったかっていうと、まあ、商品経済っていうのを発展させるっていう、なんでかって,っても、きょこの早くやってみて、もう年貢ってこれ以上増えないし、うん、で大好きくそのちょっとやった大好きもうまた危機になっちゃったんで、うん、なんか違うことに注目しようってことで、商品経済に注目した重症主義っていうことで、うん、あの株仲間っていう労者組合を公認して、はいはい、そこから税金を取るとか、貨幣経済をす新しい貨幣を作ったりとか、うん、新電開発をする。 うん、イン旛ン沼とかあの北海道ですね。ああそうですね北海道の開拓もねあの計画しましたね。ただイン旛ン沼の開拓は洪水で失敗し、うん、全然彼は悪くないんだけど例外によって天明の危機が大きアトマ山も噴火して全然彼は悪そうなんですよ。僕もこの田沼をくつぐに関してはものすごくタイミングが悪かったというか、うん、運が悪かった人っていう印象しかなくてでただこれってその僕らはまあ ある程度その科学的な前提をもとにこう話ができるから、あのー、まあ例えば浅間山の噴火がね頼をわけつぐと何ら関係がないことって多分現代人100人いたら、うん、まあ95人ぐらいまあ5人ぐらいはなんか YouTube でなんか <laughs> あの関係あるとかって言ってそうだけどあ,あのまあ僕らも今 YouTube で話してるわけですけど <laughs> <laughs> あのー、まあ、ほとんどの人はね、まあ、そこに何の因果もないってことは、わかるじゃないですか。でも、この時代はそうじゃなかったんでしょう。え、たい、大変色とか起きただけで、誰か悪いとか、話になるわけか、うん。そういうことですよね。で、そのさっきの前盛大学祭の繰り返すもそうだけど。うん、なんか、この、あのー、思い込みというか、このなんか、あの、呪いにかかってる感は。ありますよね。あ、自分たちの知らない天変地異とか起きると、うん、まあ、神様は怒ってる。 うん、で悪いのは為政者になって田沼くつぐになっちゃうっていうそうなんですよその怒ってるのは神様まではあの100歩譲って理解できますよでもその,あの矛先がなんで田沼に行くのかが全くその現代人的にはね分かんないんけどでも為政者ってのは天皇将軍為政者って順に、うん、まあの任されてるからうん 異性者が天皇に代わって政治してるんだからお前が悪いっていう。うん、いや、全くそれはまあ、<laughs> まあでもまあ、あれか、その、なんかまあ、そうね。理論,理論ですよ、理論はそ、そうな、ん、る。まあ、何か、この経営責任を社長があの負わされるみたいな話っまあまあ、根っこは一緒なのかもしれない,、ね、いだからさっきですた あの6代までの為政者っていうのは、うん、気持ちのもっとで裁判ができたんだから、うん、同じ理屈なんですよ、多分全部、全、ねうん。あとは、これはあのいろんな意見があるんで、はい、あ,ありかなしかおいてて、まあ、その経済発展が行ったんで、賄賂、うんまあ、とか汚職が起こしたんじゃないかってことは、ずっと昔は言われてはいますよ、ね、そうですね、あのまあ、頼むわけ継ぐイコール、そのまあ、収賄というかね、賄賂、まあ、をたんまり受け取っていたみたいな話を。 あのまあこれ多分教科書とかにも載ってたような気がするんで僕は子供の頃に習ったような気もするんですけどでも逆になんか先生は昔から僕にあの別にこの贈り物みたいなものってまあ当たり前だしで前に相撲の会を取った時にもあのいわゆる住まいの設営っていうのがこう開かれる際に全国からえまあ相撲人と書いて住まい人と呼ばれる人がこう地方からね 京都に集まってくる際に地元の有力者の,その贈り物を京都の貴族に届けるそのメッセンジャーの役割も果たしていたみたいなことをあのやったと思うんですけど別に平安の頃からあのずっとなんていうかそ,のまあそういう賄賂に当たるようなものっていうのはある意味公然と行われてきてたはずだから なんでその田の沖通だけがここまで足玉に言われなきゃいけないのかなっていうのはずっと引っかかっているんですけどね。あの実際にそのなんか地位によってはたくさん賄賂が入ってくるとか、うん、ずっとか贈り物が入ってくるので、うん、例えばその長崎奉業なんかは 1>,、はい、1回やるとずっと食れるみたいになってるぐらい。 奉行だけではなくて、その周りの人にもいろんなその贈り物がある。この間なんかで、えー、その子孫の方かなんかの家に、そのいろんな、なんていうの、美術品が、あの、残めちゃくちゃいいものがね、残ってるみたいな話も見ましたけど、まあ、まあ まあ普通に行われることですよねあそれはだから横行したとまでぐらいひどい人が増えてもあ,あとイメージかもし、うんうん、れないわかんない実際ちょっとお話脱線しますけどやはり江戸幕府のやはり江戸を当てて町奉行所の動身っていうのは、はいうん、給料安いんですけど、うんうん、なんで下っぴとか奥っぴとか使えたかっていうと、うん、もうその 出入りしてる商家とかからお金をもらえるわけじゃないですか。はい,はい。それも賄賂っちゃ賄賂ですけど、うん、でも,もう付き合い金なので、それがらいが生活的と小物を雇えたりしたわけなんで、ねうん、だこの江戸時代の,その賄賂とか、そういう付き合い金がどこまで違法だったかっていうのはまあ難しいですよ。そうですね。で、あの、僕らはね、今、その賄賂っていう言葉でこう、まあ、それこそ、ね、あの、まあ、直近の話で言えば、そういう自民党の裏金みたいなのも含めてですけれども、 だからすごく全部が悪になってるんだけど今のその童心の話なんかもそうですけどなんか、まあ、正しいって言い方がいいのかわからないけれどもあのこうちゃんとしたお金として使われてるそのケース私服を肥やすためではなくてそのお金が、まあ、ある意味その投資みたいな形であの、まあ、仕事の、えー、にこう反映されるみたいな えー、使われ方をしてるんだとしたら、別にそれは、まあ、ある意味、なんだろう、そのまあまあ、いわゆる工場団のサポーターみたいな話で、その支援金、えー、あるいは寄付金としてこう使われてるんだったら、あんまり悪いい話じゃななそんなにエドバックって、証人からバンバンお金取ってたわけじゃないので、うん、その証人たちはそんなに払ってない分、同心たちのお金払って守ってもらったわけで、はい、それがいいか悪いかっていうと、いいところだと思うんですよね。うん だから、まあ、ちょっと今回の件も田沼の件だって、まあ、何かわからないので、うん、言われてますよってことぐらいでいいかなとそうですね、まあ、多分この辺もなんか、おいおい、もうちょっとね、前後の時代とかとの比較であったり、うん、あるいは今言ったみたいにもらった、まあ、金品っていうものがどう生かされてたのかみたいな話を、うん、例えばそのよく言われる、あの石田三成がね、なんか、沢山城にすげえ金貯め込んでたみたいな話も、 実際に踏み込んでみたら全然なかったみたいなことがあったりするわけで、まあ、そういうその,あ,のあったのかなかったのかのところから多分こう検証されていくとまあいいなまあ大久保長安みたいなあのケースもあるので本当に溜め込む人もまあ中にのいるから全員が濡れぎぬではないし、まあ、逆に言うとあの全員が濡れぎぬじゃなくもないみたいなこともあるから。 その辺はちょっと今後、あの、また追っかけたいなと思います、ね。でもなんかイメージで固まったことが結構あって、その今回三大学もそうですけど、はい、それなんかなるべく他の時代の資料とか研究とか見ながらこうやって、根本さんの疑問を持ったことをお話しさせていただいて、うん、っていうのはすごく面白いですよね。では、次の完成の回復に行こうと思うんですけど、はい、<前>まあさっきのね、悪性前性の、はい、あの、まあ繰り返しの話していけば、 まあ吉宗の改革があって、まあ、田沼の腐敗が、まあ、これあえてあのイメージであの僕は割と田沼奥通が好きなのであのまあイメージとしての腐敗を今語りますけどでその後に松が登場するとに、はい、つまりその、はいまあ、お母さんがおっしゃるとおり悪性があったので、うん、前世をしようということで、うん、まあ白河松平のチャリア来たんですけどそもそもこの時代だいぶ 問題が起きてて、うん、あまず物価の高騰、はい、旗本家の困窮、うんで、農村から江戸への人口の流入。多分ここれ根っこは全部同じ問題ですね、はいはい、で結局、農村の荒廃ていうのは、教法の早く以降、年数が重くなる一方で、豪農と貧農の文化が進んでいく、うんうん、で、重症主義の発展で、改正経済が活発化していくると、農本では作った作物をお金に変えないといけないと。うん、とまた競争が生まれると、うんうん、で成功すると。 お金持ち失敗すると小作になる、うん、もしくは都市に流れ込むということで、はいうん、農村の荒廃が進んでいくと、うん、で結果江戸,に流れ江戸に人が流れていって農村は崩壊し武士、うん、たちの収入が減るとそうですね米を作る人がどんどん減るわけですからねプラスちょっと天災が多かったんで、うん、農村も本当に食えなくなっていくとそうすると江戸に人が入り込んで、うん、あの治安が悪化するとだから農民ではもう生活ができなくなってしまったので まあなんとかそのまあ生きていくために町、まあ、にね人がこう入り込んでくると、でもそれは治安の悪化を意味するし、でその武士の困窮にもつながるしっていうので、まあ、全部が悪循環になってますよね。あとこの頃やっぱ農村で百姓一揆も激しく起きるんで、うん、権利を主張するわけですよ。まあねどんまあ それなりに知恵もね、みんなついてくるわけですし、まあ、商人は商人で、あるいはそのいわゆる、えー、なんていうか、農民の中でも豪農と言われるようなのがこう格差が出てくると、こうみんながだで団結して戦おうみたいな話になるのは、まあ、まあ、当然というか、自然ですよね。結構だから弱い百姓ってイメージ結構、これもイメージで、百姓結構強いんですよね。何、はいうん、かあっったら長三つって そうあ放棄しちゃえばいいんで。でまあそれがその、まあ、大名のその海域とかの理由になるぐらいその大名の仕事の一つとしては農民を農地にこう、うん、田んぼにうつなぎ止めるっていうのがある意味役目というかねその仕事の一つですよね。もう農村にいるほどメリットはなくなってくるんですよね。うん、特にあの貧乏だったら。はい、都市って一発上げるようと思いますよね。うんうんうん あちょっとさっきちょっと抜けちゃったんですけど、もう一つ大事な話があって、はい、あの今まで年貢っていうのは、うん、毎年の出来高に応じてやってたんですけど、それを吉宗の時に、ある程度決めるのにすねって、このぐらいいきますよねなんだけ上面法とか、警備法か上面法に変えた時に、うん、それが高めに設定され,て、うん、されてると、不作、はい、の時もそのところになるんで。うん、だからこれまではずっとその まあ出来高に応じてなので、その方策の時はいっぱい取るけど、不作の時は、あの、ま、量としてね、ちょびっとだけもらえますよと。一定割合でもらってれば、そうなんだけど、でも、この改革によって、もう方策、方策であろうと、不作であろうと、同じだけ持っていきますよと。だから、方策の時はいっぱい残るかもしれないけど、このように、その基金が起きるぐらい、この、 えーまあ、気候気象条件がまあ悪い時には不作が続いてどん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 こう苦しくなるっていう、まあ、理由の一つになったわけですね。で本当に後輩が進んじゃって、うん、もう農のじで平和できないと。うんはい、で都市人口が増えていく。うん、でイコール悪化治安が悪化する。うん、でそれに対して澤信は祖父吉宗を見習って厳しい質素倹約と、うん、無芸学問の奨励、うん。特に 学問は儒学の中の書子学のみを進める、完成、はい、医学の金って言うんですけどあ、それもなんか教科書で出てきました。うん、あと、これが、まあ、危ないんですけど、出版統制令を出して、風俗を乱すような本や、うん、政治批判風刺の本も禁止、うんで、情報思想面でも統制を図る、こうや、ん、ってくるのが、金額において隠密まで使う激しく目を引かせ。うん 無駄遣いをお店ってのはオリハバンとか、はい、あの忍者だしけど伊賀同士子がいとそういうのを使っていくと、うん、いもうバッと厳しくするわけですよもうめちゃくちゃ厳しくしてますね、うんうん、一方武士の没落対策では期限令って言って借金長期する制度を作ったりとか農村崩壊対策で給、はい、機納令って言って余裕を与えるんで農村に帰ってねはい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  <laughs> なんかそのでも要は片道切符とてう帰りの切符を渡すからもう二度と江戸に戻ってくるんだよっていう話でしょあとはあの治安対策に人足寄せ場っていうのを作って、うん、ある江戸に住所がない無宿人の、はい、職業訓練を実施すると、うん、でこれを担当したのが鬼兵衛の,風のととはずばで資金に対して資金物資を備蓄すると,、はい、ということをやったと。 ただ、これはもう社会構造が変化してるときに起きたことに対して、バータ的に対応してるんで、うん、結果が出なかったと。しかも厳しい。うん、そうですねなんかその。対応しなきゃいけない、そのサダルムの気持ちはよくわかるというか、あのまあ、これだけよあの、社会構造も変化してるんだけど、そもそもその、まあ、 直前、直近に起きているその自然災害とか、そういうのも含めて、政治家として、特に正義感の強そうな人なので、自分が何とかしなきゃみたいな、肩に力の入ってる感じはすごく伝わってくるんだけど、ただ、やり方がちょっとこう強引というか、強すぎるので、 まあ、なかなかこれでは、まあ、僕らはねあの、歴史の結果を知ってるから、まあ、余計に、まあ、簡単に言えちゃうんですけど、まあ、これで結果出すのはなかなか難しくねえかみたいな感想はありますよね。まあ、イメージなんですけど、ほぼね、この人って将軍になれる地位、地、はい、筋にいた人なんですよ。うん、多少、やっぱ自分はすごいと思ってたんじゃないですかね。まあ、あのー、まあそうですね。だからその血筋によって うん、まあこうなんだろう迷っちゃった人というか迷走しちゃった人っていうのは歴史上他にもたくさんいるので世、まあ、が世ならみたいなね、うんうん、のは、まあ、松平殿にも当てはまるのかもしれないですね。で彼と時の将軍にずつじゃ差があるかってその差があるかどうかあんまり思えないんですよね。 多分同僚ともうまくいかなくなって、孫悟、うん、一件という事件が起きるんですよ。ああ、はいはい。それはな何かで、先生のコラムから何かで読んだことがありますね。はい。少女の天皇が、天皇を経験して自分の父を大乗天皇にしたい。うん。で、同じく、今の将軍って、お父さん将軍経験してないですけど、うん、お父さん大御所にしたいと。うん。で、この権威が揉めるんですよ。で、三々はどっちもダメだって。はい まあ真面目な人だですね。うん、であのその判断は、まあ、全く正しいわけですよね。だけども。でも家<の>なりからすると、うん、いやいやもっと思って失脚されたんじゃないかな、うん、とてます、まあまあ、だからその敵を作りやすいというかいやまあ僕はこれは、ね、ちょっとなんかそのシンパシーを感じるというか、まあ、不器用な人だと思うんですよ、うんはい、松平定信って。 で、正義感もあると。なんかちょっとシンパシーを感じるところがあって、うん、だからあんまりこう、あの、うまくいってないんだけど、こう、なんか、あの、あまり足玉にいたくないというか、なんかその、責めたくないな、みたいなところは、あの、彼に対してはね、ちょっとなんか同情、吉村にはあんまりなんかそういうのはないんだけど、<笑>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 松田さんはなんかね、ちょっと、あの、かわいそうな人だなっていう感じは。 あるんですよ、ね、やっぱり彼はその辺の性格の面とか、そのご一見の件とかで失脚しちゃうんですけど、うん、まあ彼がすごいのは、彼が辞めた後も、幕府政治においても完成の色っていう彼の後を継ぐ人たちが政策を続けたりとか、はい、そもそも自分の白河藩をきちんといい藩にしてるんで、うん、まあ優秀な人だったんだなとうです、ね、ですそね少なくともその、まあ、彼の言う正論をあのちゃんと理解して、賛同してくれる人がいたっていうことも、まあ、なんかあのいい話だなと思います。 でまあ、昔はもう澤ム・メイ君って感じだったんですけど、うん、まあ最近はその、さっきお話しした通りそのタ種も普通の再評価もあるので、うん、まあちょっと澤ムの評価が下がってる気はしますけど、はい、僕もね、メイ君とは思ってないんですよ。うん、全く思ってないんですよ。あのむしろ、あのまあ、メイ君かどうかは、たぶん結果で判断することだと思うので、うん、まあそういう意味では、和ー澤ムって全然メイ君ではないと思ってるんだけど、ただなんか、同情の,の余地がかなりあるなっていう感じですよね。白川藩主としてはメイ君なんですよ。 はい、ただ、と,としてはの、うん、でもそれもあのまさに、まあ、運というかタイミングの部分もあると思うから、うん、あ,あと5年、10年ずれてたら白河藩でも同じ結果が出したか分からなかったりするわけですねあそうですよね。特にこの時代って本当に天才が多いのであるいは、まあ、江戸に至っては家事も多いのでそういうなんかそのタイミングでまさに田沼晃嗣がそうだわけですよね。その彼に何の 責任もない天変地異によってこう失脚するなんかきっかけになってしまったこともなんかまあ不運というかね、な話だし、うまく結果が出せたとしても、吉宗にしてもね、結果が出たとしても、それも結構タイミングとかに、タイミング次第だったんじゃないのかなとはあの思いますけどね。本当に政治のの手腕で結果が出せたの かっていうと多分まあ出せた場合も出せてない場合も、ほとんど本人の手腕って関係ないところで決まってないかなっていう印象ですけどね。ちょっと大事な話なんで、ね、はい、唐突に風向きますけど、これって政治ってあくまでも、のの天領の話なんですねうん、うん、うん確認してきますけど。つまり、諸般は関係ないこで。これで幕府がなんか言えるのは、うん、基本的には自分の領地だけなんで。 もう少し付け加えると、やはりあの江戸藩というか、徳川幕府の直轄地、それは、えー、大阪とかも含むっていうことですね。だからその、あの日本、まあ、京都もそうだけど、なんか日本経済の中心とかも含む、えーまあ、いわゆる直轄地における政治っていう話ですね、はい、大きい町はほとんど幕府の直轄地なんで,そですね。はい 年間のリストが初犯と幕府だと違うんですね。そうですね。藩、うんまあ、内のことはまあ一応違い方言というかね。あのそれは、えーまあ、それぞれの藩、まあまあの中で行われていたので。まあ、それもなんか、あのーまあ、おかしな話というか、でも人事権を持ってるわけじゃないですか。藩、あのー、を交代させたり、こう加増したり。 それ難しくて人事権かどうかって問題があって <laughs> あれ幕府の将軍が代理で使って人事権を下支してるだけだから <laughs> 家臣かどうか分かんないですね一応中間は誓ってるけど本来に見れ家臣かどうか分かんないから、うん、だからその後大政奉還とか行われちゃうわけで,そうです、ね、結構なんか不思議な制度なんですよそう幕府自体が幕府なんで、うん、江戸幕府っていうのはまさに寄り合い状態を意味してるわけですけど、うん、その中ではなんか上位関係 っっぽいものがあったりあのなんかすごくこうふわっとま,とまとまってるので、はい、あの冷静に見ていくとこうなんか矛盾というかほころびというかなんかあってそ、まあ、あれが、まあ、265年後にあのこう明らかになっちゃうっていう感じなんでしょうけど、ね、あくまでも幕府なんで、うん、あれ要するに臨時将軍政府の場所なんですよ、はい、幕府っての。だから、はい、要するに臨時なんですよ。うん だからも、さっき話してたように、初めの50年ぐらい戦争終わってるのに、その200年間戦争してくることになってるから、うんうん、そうですね。でも、それで続くのが、いそうなんですよ。だから、その本来、まあこう、期間限定の、あのーまあ、仕組みだったはずが、265年も続いてしまったっていう。まあ こういう、まあ、それこそなんか神様の,あのいたずらとしか思えないようなあの話なんですけどあの、本来短命であるはずの制度がね、まあ、それは別に、まあ、室町幕府にしても、鎌倉幕府にしても、まあ、同じような話は言えるんですけど、あの、まあ、なぜか、えー、辞めるより続けた方が、なんか、まあ、あの、いいと考える人が、その時代その時代にいたので、うん、結局、 あの、こうなし崩し的に、延命が図られたんだと思うんですけど、ね。もう日本独特の制度ですね、幕府時代、うん。確かに、ね。普通ほら、皇帝とかっちゃう、国号とか、うん。まあ、その、天皇家が常に、まあ、存在しつつ。まあ、時の異政者がコロコロ変わるっていう、まあ、非常にこの。あの、変わった、えー、この。他に、ほぼ例を見ないような。 あの統治の制度でありますね。そうですよね。うん、だから多分その辺の矛盾はやっぱその出てくるっていうか、要はつまり。仕組みとしては無断派なのに、うん、どんどん分身になっていくから、矛盾が出てくると。うん、そうですね。うん。ですぐ契約すればいいと思うんだけど、契約したらはも根性だから変わらないっていうのがてくる、ね。そうなんですね。だから、な、なんかその辺の。<laughs> あの、いや、別に、体育会系がダメで、文化系がいいっていう話じゃないんだけど。うん あのー、何でも根性論とか精神論で乗り切ろうとする、あのー、リーダーにはなかなかついていけないなっていう感覚が、このまあ、文系出身としてはちょっと、まああのー、こう引っかかるところであります、ね、多分誰もついていなかったから、ちょっと結構、短い間にこの改革が終わっちゃったんじゃないかな、はいはあ、っていう感じで,すで、このあと大御所政治っていうのが始まって、いいなりな力を持っていくんですね。うん でそのあんまり家なりが力持ちすぎちゃったんで、はい、結構文化も成熟するんだけど、まあ、後期も緩んできて不正とかも横行してきたんで、うん、そろそろ、まあ、これまずいねっていうふうにまあ家斉がなくなるわけですよ。あでもなんかその前に、あのー、時の将軍がこう政治に熱心でなければないほど庶民の文化は栄えるみたいな,うん、うん、なそのなんか。 因果というか、相関というか、っていうのがこうなんか言われてたのを、うん、読んだことがあって、要、まあ、するに、過干渉にあのなってしまう、その為政者がね、まあ、将軍含めた為政者が、あの過干渉になると、例えば、和サダムの頃に文化が栄えるはずないですよね。うん、もうあらゆるものが禁止されて、うん、もう,あのこう、えー、娯楽という娯楽がこうあのご法度になっていく中で、 文化が栄えるわけないわけですけど、まあ、逆にそういうところにこう、まあ、無関心なあのリーダーであれば、まあ、庶民は勝手に文化を栄えさせていくっていうのは、まあまあ、当たり前の話なんですけどねやっぱこの時代農村の荒廃がさらに進み、うん、人口輸りも進み天災の危機も増え物価が上がりもう、あのー、すごいリピートですよねその, <laughs> その話で,で。これで起きたのが、はい 王将平和なんですああそうですねこの,あそうかこの時代かはいでまあこんなこともつまり、うん、農村だけじゃなくて、はい、都市でも一揆起きるって大、うん、平八郎って結構尊敬された人だったのでそうですね<あ>、えー、この人がしこ,この人もだからあの何だろう真面目な人というかその正義感の行き継ぐ先がその一揆だったっていう話ですよね一方その外国勢力が近づくようになってきて、はい あとは鎖国を祖宝として守って、異国戦打ち払れとかも出して戦う必勢を取ってるんだけど、この時ですね、事件が起きるんですよ。アヘン戦争。はいはいはい。中国敗北っていう。結構大事なショックですよね。あの大中国が、アジアのボスが負けちゃったっていう。これ、打ち払れんのかなって思うなるほどね。うちではもう国の基盤の方々になり、外では。 アアジアの名破れ、はい、舵取りが難しい時代に舵取っそのまあ冒頭ねその三大改革のまあまあ,あの教科書的に言う三大改革のまあ三つ目がその水野忠邦が主導した、えー、まあええ享保の改革天方の改革なわけですけれどもう、えー、んだからまあまさにその改革と こう言わなきゃいけないぐらい、こう、内も外も、あの、まあ、混乱を極めていたというか、まあ、危機的な状況にあったっていうのは間違いないっていう話は理解できます。で、これで出てくる水野忠栗、うん、初めて、今までの2人と違うのは、もう本人が、どうしても、枠ック政治をしたくて、うん、あっ、どうしたらいはいで、はい、この人は、 すごい身入れがいい、唐津藩っていう、そうですよね。もう、あの、藩ってどこも本当の小高と外の小高違うんですけど、ここは内田があって本当の小高すごいいいんですよ。で、いいとこにあるし、お米以外も取れるし、めっちゃ肥沃でいいとこなんですよ。そこを捨てて、普通のとこに移るんですよ。水の家ってと名門なんで、そ入れたのに、そこにいると、その、 浜松かどっかに長崎警備の関係で、原津藩にいると、要人学の、だからそっちの仕事あるか、できないってことで、出世ルートの方に行くんですけど、当然もう、国高、うち高減るから、班の収入減っちゃいますよね。だけど本人はそれでもいいから、成長したいと思ったみたいです。その辺なんか 源先生の「風雲寺たち」の漫画を、ね、<ー>読んであの家臣たちがそう文句言ってたし結構文句じゃ済まない<の>だって生活が影響するからね,ねでもその水田七にはどうしてもあの幕府戦に参加したいからっていうのでこう幕府に願い出てあの転勤をねあの、まあ、勝ち取るっていうのを読みましたね唐津藩とか普通捨てませんよ うん、だからまあ、あのー、言ってみると、まあ、上がりというかね、その、こう、代大,大名としては、もう、まあ、申し分ない、あのー、美味しいところに、まあ、割り当ててもらったっていう、配属してもらったっていう話なんだけど、でも、それでも、そういう話じゃねえんだと。そうそう。あのー、この危機的な状況において、 その自分の懐を増やすとかなんてどうでもよくて、えー、自分は、えー、この国を立て直したいんだっていうこの意欲と野心に燃えた方だったっていう話ですよね。でまあスローガンは「復古」なので、はい、前の2つの改革を手本にして縮をします、うん、贅沢を禁止し <laughs> 聞いたような話ですよそれによって庶民の失業や都市の衰退も気にしないと。 宣言する徹底した禁止れ細かいものまで自律した。女、髪、高価な送信、高価な料理、デーにつけばで禁止。そんなものは生活にやらない、武士が調問した政治家に関係がないという禁止というスタンスで、歌舞伎も禁止して出版も統制、中野が聞きましたよね。で、ついに「万酌の国」っていう蘭学者グループの団体を集めるていうのが、聞いた話か。ちょっとさらに細かくなって。よりなんていうかその あの、こう、チェックが厳しくなってる感はありますけどね。で、さらにですよ、いきますよ。はい。小する物価対策で、うん、株仲間を解散し、うん、強制に物価の値を下げさせ、初代の会社によって物の値の上げも禁止し。はい、<で>ああ、まあ、つまり、それは、つまり、田沼昭嗣が、まあ、認めた株仲間っていうのは、まあ、いわゆる、まあ、現代いうところの独禁法を、まあ、ある意味、容認するというか、 談合、まあ、をあの認めることになるので、た、え、だ、ー、国としてはあの、それはどんどん値上がりするに決まっているだろうと、やつらは、えー、自分たちの収入を増やしたいわけだから、なので強制的にそれを解散させ、でまあ、あのそうすれば、えー、物の価格は下がるだろうっていう話で、まあ、断行したっていうことですね。うん で農村会場の流通対策、人返しの方うということで、はいあのー、人を返すと。で、それは片道切符も渡さなかったんですかね。ちょっと詳しく分かんないですけど、人返しの方をしたということと、社両、はいまあ、問題が起きてますんで、あまり変わらないと。で、これによって流通を混乱するし、さら、うん、に不景気になると。はい、いや、僕ね、水野忠圀もこうこう嫌いになれないというか、 あの、彼は別に、こう、シンパシーは全く感じないんだけど、この空回り感というかね、あの、なんか、すごく、あの、別に彼は、本当に悪い人だったら、あの、らずにいた方がいいわけですよ。らずで、宗教を肥やしてれば、で、あの、もう、まあ、楽しく死ねたわけですよね。でも彼は、その正義感が強いがために、 だその辺は、まあ、やっぱ松田さんと,ちょっと似てるんだけど、さらにね、彼の場合は、その別にやらなくていいじゃんっていう、その誰も別に頼んでないのに、自分からこう手上げてね、こう中央に乗り込んでいって、あの、どうしてもやりたいからって言って、でまあ、やれてないんだけど、この辺のなんか、うん、彼の行動は、こう、 ななんだろうなこの嫌いになれないというか、あのー、こう愛すべきキャラな感じがすごくします同時代に生きてたら迷惑な人だと思うんだけどあのこうやって距離を置いてこう見てる限りにおいてはなんか、まあ、嫌いになれないなっていう感想ですけどね彼は 2>,、ね、2つの画期的なことをするんですよ。1>, はい、1つは外国制度の対策として国船打ち払いを撤廃します。うん はい、それは、えー、っと結果的にどういうことだでそれはあの外国船を見たら攻撃し,しろっていうのをしあのやめちゃうってそれってあの逆行してるというかそのあのバ府として自ら防衛しなくていいよって防衛は,はするんだけどと、うん、何でもかんでもやるんじゃなくて、うん、まずは話し合いをするってことです。 見た瞬間戦うのそうじゃななくてるほどそれはちょっとんか文明的というか今だって攻めた声を細かいが打ち合わなきゃいけない話異国戦ってだけで結構問題に出なたのど。それがなくなったというそれはいい話ですねでもう一つが彼ら失脚した理由にもなるんですけどあげ地令っていう例を出すんですねああそうですね江戸大阪周辺の土地を強制招集して開けようと。 交換、そ<う>強制的に代替<う>地を上げるからって言って、交換しようとしたけど、あのそんな美味しい土地をなんでミスミス渡さなきゃいけないんだっていう、猛反発を食らったっていうことですね。はい、でこれによって、マクロも経済力を高めて、うん、その防衛もしやすくするためにやろうとしたんだけど、うんまあ、そもそもあの、よくおっしゃるとおり、うん、旗本とかふれはムの土地って、一つの土地は一つの反対じゃないので、はい、入り組んでじゃないですか、うん、IQ で。うん そこを経視したかったんでしょうけど、そうですね。今更無理ですよね。うん。だからまあやっぱり理想を勝っている人というか、あのやろうとしていることはロジックは正しいですよね。あのこう土地のこの仕切り区切りをあのよりこうクリアにして、でかつまあ重要なところはバグの直角にすることで、あの防衛力も高め。 でまあそれってこううまくいった場合はあの本当にあのみんなが喜ぶんだけどでもそのうまく生かせる過程の部分でまあ、ちょっとハードルが高すぎるというか必ず反発が生まれることなんですまあ、それを乗り越えるだけのまあ策はなかったっていうところですよねその上げ値の反発まさに策なくて武士の反発年貢が上がるかもしれない、うん、農民の反発によって、うん まあ、将軍によって失脚させられるんですけど、はいまあ、翌年一瞬復活するんですよ。うん、で、また1年ぐらいでやめるんですけど、うん、それで、まあ、表舞台が去ってくるんですけど、まあ、大さたと近くにいなかったら、そうですよ、ね、いや、あのー、なんだろうな、その、応援したくなる人っていうのかな、はいで。頑張っていや、めちゃくちゃ頑張ってるし、だって、あのー、すごく美味しいね、ら津さんを手放してまで、こう、頑張ってるわけだから。 応援したいんだけど、まあ、まあ無能っていうと語弊があるけどその無能なリーダーほど、まあ、迷惑な存在はないみたいなことをこうなんかちょっと体現しちゃったかなっていうところはあのまああるのでただ僕は嫌いになれないんですけどね嫌いになれないんだけどなんかまあ,あの同時代の人は大変だったろうなとは思います。あこれで1くつきましてはい。 三大改革の3つ目までが今、はい、あの来たわけですけど実はまだ、はい、あの改革と思われるものがありますよね。これからだって幕府はそうですねいや僕は思ったのはあの、まあ、まさにねこれから先生が今言わんとしてた、まあ、幕末に向けてねこう動乱の時代を迎えていくわけなんですけれども。 つまり、その動乱の時代を迎えるっていうことは、イコール、まあまあ、政治情勢も不安定だし、まあ、もっと言うと、あの今、その水野忠邦のところに出てきたように、まあ、その外圧もね、どんどん強まっていくわけで、この改革がより必要とされるというか、あの背景的にはね、そういう時代になっていくから、むしろこれからが、あの 改革の本番であり、まあ、もしかすると、その改革がうまくいっていれば、えー、明治維新は来なかった可能性すらあるのかなとは思うんですけど、まあ、僕らは歴史を知っているのであの、この後の改革も、まあ、うまくいってないことはあの、まあ、知った上えで、まあ、ちょっと話を今から聞いていくことになるわけですけど、はいじゃあ次、安政の改革ですね。そうですよね、まあ、あの 時代がやっぱ激変してくるので、はい、まあ、改革をせざるを得ないというか、うん。で、店舗の改革が失敗した後も、社会問題深刻ってことだって構造変わってないから、深刻なまんまで、しかも海外列強も接近してきて、うん、で、この回復の前の週は次にペリーが来てるんですよ。うん、うん。っていう時代背景です。はい。まあ、変えざるを得ませんよね。あまさに、その、まあ、ペリーは来るわ、まあ、ロシアは来るわ、みたいな、その、まあ、どんどん、こう、 鎖国がもうあの通用しなくなってしまっている時代なので、まあ、改革、だから本来に改革っていう言葉が本当に難しいなっていうのは今回改めて思ってるんですけどその、今ね、何とかしなきゃいけないから、今の、えー、状況に対応しようって行動することは別に本来改革ではないと思うんですよ。ただの政治だと思うんだけど、 でも、あまりにも、その、こう、動きが早すぎるので、こうなんか、ちょっと引いて、歴史的にね、こうじ、じゃあの時間的に引いてみてみると、これも改革だし、これも改革だし、みたいな、この、見方になってしまうから、だからこのなんか、だか当人たちが当時改革で言ってなかったのも、すごくよくわかるんです。今、あの、まさにバ当たり的な、その、今、 この問題に対処しなければいけないっていうのは改革ではないからね。うん、だけど、そこまでこうドラスチックに変えたら、それは改革と呼ぶしかないだろうみたいなこともあるので、それがなんかこのあともうずっと続いていくっていうのが、なんかこの江戸時代を、まあ、ある意味象徴してるのかなという気は、えー、しますけどね。で、この改革なんですけど、はい、安倍政宏って人が非常に優秀なんですよ。はい あのーまあ、漫画の多くとかでもあの出てきた人なので、名前はあの知ってますまあ一応、不代代表の人も超エリートの阿部教授で、はいあのーえー、福山藩の人ですね。はい、で、まあ、この人がどうしたかっていうと、うんまあ、まず有事に備えて、まあ、有名なところの海軍、練習場とか、そい勉強機関を作っていくわけですよ。で、要所もちゃんと調べて勉強してにこうと。 った対応を、まあ、目指した人っていう感じですかね、うん。で、無駄遣いの節約などもしながら、はい、まず一番大きいことは、はい、夕飯、このほろほろ強い藩の夕飯の藩主たちを登用していくとい、うん、今までその基本的にあの御三家とか審判、戸玉大名っての反省にあまり関わんなかったんですけど、そうですね、譜代<の>がやるっていう,う、まあ、暗黙のルールというかね。徳川成明とか、はい 松平吉永とか、島津成明、鍋島直政といったいわゆる水戸藩だったり、その越前松平家だったり、はいまあ、島津薩摩ですね、だったり、まあ、そのこれまで、まあ、ある意味、蚊帳の外に置かれていたような人たちが、幕宣参加できるようにしたと今の人たちは結局、ね、幕末のなんとか健康といわれることが多いですね。そうですね 一方、その、すごいバランス型の政治家だったんで、うん、老中主座だった自分の地位を名門の堀田正義に譲ったりとか、はい、そういうこともするんですね。ただ、堀田さんと島津泣きが仲悪かったんで、それは難しかったらしいんですけど、うん、でもうまくバランスを取りながら頑張ってたんですけど、<laughs> うん、休止しちゃうんですよ。うん、でも気遣いすぎたんじゃないかと思て、うんきっとそうですよ、ね、バランス型ってね。うん、あのー、かなり、まあ、 なんかあの道半ばというか、本当にあのおいおい、これからだろうっていうようなところで、こうなくなっちゃうので、あのなんか、もっ、ね、この人がうまく夕飯と幕府、うん、の,のうまく、ところをうまくソフトランニングさせたら、うん、また違う名人だったかもしれないんですけどそうですね、少なくとも長廷征伐みたいなことに発展してなさそうだし。 あるいは、長同盟は、えー、成立しなかった可能性も高そうですよね。やっぱり夕飯たちとちゃんと優遇して、なんとかしようと考えた係な,かかりなので、うん、その夕飯たちはも離れちゃって、うん、みんな、ね、そうですね、まあ、だから、反幕府にで結託するようになってしまったわけですけど、まあ、そうですね、安倍さんがき、まあ、安倍さんがというと、ちょっと語弊がある、安倍の才能が、えー、生きてたら、 そういういそこまでこの水と油にならずにうまくこうなんかまああつを抱えながらももうちょっとあのそれこそ、えーまあ、最後の最後であの徳川慶喜が望んだようなその,あの徳川家も含めた、えー、政治体制を作るみたいな,なところに落着できてた可能性はありますよねで次はですね、うんま、安静というと。はい 飯、まあ、直輔っていう人が出てきてですね。うん。あの政の大国ってやつですね。はい。で、まあ、まさにそのまさに、大国公そ総の上杯に激しい弾圧を加えまして、うん、その結果、ちょっと激しすぎたんで、うんまあ、暗殺されますよね。うん、うん。その後をつをいて安藤の雅ってと久世博親って人が行ったのが、文居の改革です。はい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 。だからまあ 安倍さん、阿部正弘が亡くなった後にそのまず堀田はさっき言った堀田さんがいったん継いで飯之助元祖の太鼓にってでもその堀田さんはあれですよね坂下門外の変じゃなかったっけで今回の安藤さんあそれは安藤さんはいはいはいなるほどそうでもそんな感じでまあ堀田も飯、うん、も阿部も全部桑家の名門なので、うん、そうです、ね、も名門勢ぞろいなんとかしてきたんですけど、うん、まあで名門名門の飯之助が 昔の看板ではどうにもならなかったところはありますよね。で本当、総動員ですよね。徳川初期の名人でたちの家臣尊馬会なんで。で、わーっと出してきて、まあ、それでどうしようもなくなったら2人頑張りましょうってことで、この2人が物価高騰に対応すると。まず、日本の金利の交換比率は、そういうこと違ったので、日本の金利は大量に海外に出てしまったそれは、あの、周りなんか別の時に聞いたことがはい ありますあのつまり、えー、銀と金の交換比率があの日本と、えーまあ、諸外国で、まあ、違ったのでだからまあ、えーまあ、例えばその銀1枚であの、えー、例えばヨーロッパでは、ね、金5枚にしかならないのに日本だと10枚くれるからみんな銀を大量に持って日本に来てで金に変えて持って帰っちゃうからどん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 、まあ、日本の金が。 えー、まあ海外に流出してしまったみたいな話ですよね。で、その対策として、金貨の質を下げちゃった、今度激しいインフレが起きちゃうっていう。うん。でも前もさ、下げてって、おき、起きてますね、と思いながらち。そうですね。そうです、ね。事故てってんな、と思いながら。いや、うん、だから、ここ、なんか、その、まあ、前の、のこの放送前の打ち合わせでも。話をしたんですけど、まさにこの辺に。あのー。日本には、まだ経済学が存在しなかったっていう。うなんか、まあ。 象徴というか、この、なんていうか、この、まあ、無念なね、ところが出ちゃってるから、もしここに学問があ少しでも介在していれば、まあ、こういうその、あのまあ、愚かな策は取らなかったと思うんですけれども、そもそも学がないのであの、そういう経済の原理を、ね、知らない人が、かじ取りをしようとするとあの、どんどん出ていっちゃうんだったら、 えー、じゃちょっとその品質を下げれば、あのー、こう量を減らせるんじゃないかとかっていう、あのー、なんていうか、場当たり的なこの対応をしてしまうのも、まあ、理解はできますよね、だ、あ、め、のー、だなとは思うんですけど。そして、尊厳運動が高まりすぎたんで、はい、外交人の暗殺や領事館の収益などを最、ね、対応をしないといけない。なんうん、そして究極の 手としてカズミヤ効果ということでカズミヤ内親の猛将軍と結婚させ、はい、て後部合体していくっていうのが、うん、この文京改革前半です。うん。で、まあ、この辺はそうですね。うん、なんかあのまさに多くの漫画でおおよそのストーリーはなんかあの把握してます。で、コウさんおっしゃったようにあの探しと漫画の辺が起きて、うん、安藤襲撃されて、うん、背中に傷を受けたら武士として失格なんていうの起きて。 れこ,れこれでもねあのもうまさに武断的な話なんだけどいつの時代の話してんだよみたいなので僕は引っかかってしょうがないんですねその赤穂浪士の事件の時にあのお前らよくやったっていう人たちが一定割合いたっていうねあのま,まあまさにあれをあのまあなんだろう、えー、暗殺襲撃事件ではなくてこう、まあ、武士の誉れ的なね あのお前らあの見事な英雄扱いをした人たちがこう、まあ、幕府の中枢にも、えーまあ、結構いたっていうのを聞いた時に、まあ、これは、まあ、いわゆる戦国の気風がね、まあ、残ってるからそれも、まあ、まあ差もありなんというふうには理解したんですけどでもうこれもう映画の末期じゃないとここでその武士とはみたいなことを あの持ち出すのっていうのはちょっと僕は前からずっと思ってました、はい。結局だこれなんかは僕なんか思うにもうそもそも弱体政権だったからこのぐらいのことひっくり返っちゃったんで、うん、強かったら跳ね抜けられますよねそうですよね。うん、だから一番初めに話した権力の強さ弱さってことになってくるのかなと思って。うん、だから結局その、まあ、反対派というか外野の,の声がまあ 強くなりすぎていてでもうなんかそのまあ揚げ足取りというかねその突っ込みどころをこう一つでもこう、まあ、隙を見せたものなら、まあ、それを理由にこう失脚させられる、まあ、言,わ言うてみると、まあ、それぐらい軽くなってしまってるっていう話を今先生おっしゃってるわけですね、まあ、そうですよね。 でまあ、これが失敗したの次は後半の回復に行くんですけど、はい、この将軍後見職に一橋義信と松平義長つきましてはいまあ松平義長っていうのは松平春雅のことですね、はい、多分春雅の名前の方が、まあ、あの有名だとは思うんですけどまあでもあの資料とかにはあの義長って書いてあるんですだ僕も昔あの二条城の,あのなんか歴史を調べてる時にこの 訪問者リストが書いてあるんですね。で、そこに、あの、まさに、えー、松平義永家って誰だよっていうのであの、調べたら、あ、これは春学のことなんだと。で、あの、ニューヨークの訪問リストには松平さんいっぱい来るんですけど、あの、島津とかも松平さんって、<laughs> <う>当時はね訪問リストに書いてあるんで、あの、よくよく見てみると、あ、これ島津のことかっていうので、ね、あの、あったんですけどね、はい。 余談です、まあ、薩摩藩将の父の島津久光と宮根、うん、の大原さんが江戸に上って、ね、圧力を掲げた結果、この、うん、2人、まあの主導をする方向で、この一橋と松平春学が改革をしていくんですけど、はいまあ、どういう改革をしたかっていうと、うん、まず安政の対抗の被害者の名誉回復、朝廷圧力く書っている幕閣たちの処分、うんうん、これまで存在した幕府が朝廷の根本の廃止、結構幕府って朝廷を根本したので、清少関白についても許可,す許可制とかね。 まあこれはもう新君家康の頃から結局近中並びに久米諸法まを定めたりして幕府と朝廷の力関係っていうのはあの、まあ、明らかに、まあ、明らかにというかまあ上下をはっきりさせてきたわけですけど、まあ、この時代に至っては、えー、まあそのまあ親朝廷派というか、まあえー、まあの、まあ、島津とかね、まあ、彼らが あの、そういうのはもうやめようぜっていう。のを言い出すのは当たり前のことだし。で、それを、あの、まあ。こう突き返す、あの突っぱねる。だけの力が、まあ、時の幕府にはなかったっていうことですよね。参勤交代の緩和ってことで、はい、2>, 2年に1回、3年に1回ですよ、うん。これも、だから幕府の弱体化の、象徴ですよね。で、軍政改革ってことで。うん まあ海軍捜査とか陸軍捜査とか新しい軍艦部業とかね、その食食職を作って、うん、まあ軍事力を強化した今の時代に追いつこうとしたと。うん、そして、強度守護職を作ります。はい。料理研修に他で有名な、うんうん。そうですね。で、なんでトー、とたした、ととんしたかっていうと、指、うんまあ、導者側の意見の対立。 空中分解ししますす、まあまあまあ、度を多くててってやつですよ、ね、そう幕府って基本的に余り添い状態なんでリーダーいないと回復できないと、はい、今回リーダーいなかったんでしょうがないですよねっていう。だ、はい、からまあみんな好き勝手にそ,のそれぞれの立場であのこう、まあ、それぞれの正しいと思うことを主張し合うだけなので。 まさにこういう時に阿部正弘がいたら、あの、いい妥協点をね、まあ、見つけられたのかなとはなんか思ったりもするし、あるいは、あの、まあ、田沼を継ぐみたいな人がいたら、逆に彼らをまとめ上げるようなリーダーシップを発揮できたのかもしれないし、だから本当になんかタイミングがなんかこう、あのずれてればね、なんか、 違う結果が生まれてたのになっていう思うことありますね。例えばこの頃、不代大の子はでそんなに人材がいなくて。うん、難しいですよね。うん、で、まあ、これも、なんか悩ましい。ところで。その。たまたまじゃないって僕は思うわけです。その。島津に、まあ。あの人材がいたとかね。まあ、あるいは松田春学みたいな。人がね。その、まあ、一前半。に出たとかね。まあ、こういうのも。たまたま。 でしかなくてで,でもそのたまたまの結果があの、まあまあ、幕府にとってみたら望まない方向に、まあ、どんどん進んでいったことになるわけでもしかしたらこの時まあ普代大名の中にもいたかもしれないんだけど <laughs> ただ普代大名の中からこう幕政の中枢にこう出世するスピードは多分。 戸澤の,の声が大きくなっていく時代においては多分なんだろうそのうさぎとかみたいな話であの全然こう間に合わなかったんじゃないのかなっていう気はしてて<ー>僕はんかあの基本的には確率はあの平等だと思っててだから戸澤あるいは審判にのみ優秀な人材がいたっていうふうには思わないですよ。で 多分同じようにいたはずなんだけど、その人たちが表舞台に出るまでの、その時間的な猶予っていうのがなかったんじゃないのかなとは、それは思います。あの、結局、まあ、この頃においては、戸様の方が、こう、まあ、中枢に参加しやすくなったというか、関わりやすくなっていたのは間違いないと思うのでだ、だからなんかね、あの、難しいなと思うんですよね、その人材を。 こうね、こう抜擢するっていうのはね、そうですよね。本当にいい人いてもね、抜擢って難しいですか、ね、そう、結局誰かが責任を取らなきゃいけないわけでしょ抜擢するっていうのは、うん、だからそういうそのあのまあこれまでもね、王位辞典だったり、まあいろんな人たちを、まあ、その抜擢された人たちの歴史はあの今日の中にもあったわけですけど。 そういうあの責任を持って取り立てるっていうことをまあするわけですけどでそういう責任が取れない人がそのトップやの周辺にいると結局誰も抜擢されないままあの時間だけが浪費していってで抜擢されないがためにその戸様の人たちとかあるいは審判の人たちとかあるいはその水戸家のようなね あのこう声の大きい人たちは「お前ら何やってんだと何賃貸でやってんだと世界は今こうなってんだぞ」というふうに、まあ、言ってくるわけですよね。でそうするともうどん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 、まあ、あの悪循環であの、まあ、よりこう抜擢しづらい状況が生まれてくる中途半端な人を抜擢しよう思うんだらまたあの攻撃の,その材料にされてしまうのでだん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 こう。 打つ、打つ手がなくなっていくっていうのは、なんか、まあ、想像しやすいですよね。で、次は最後の改革になります。はい、慶応の改革ってことで、最後の将軍、渡嘉義信が改革を行います。まあ、さっきはね、一つ橋慶喜として出てきていた、あの、まあ、慶喜ですけど。まあ、将軍の就任後に、まあ、行ったのが、まあ、慶応の改革ということですね。幕府と長州の。 対立が激しくな,なる中、うん、大阪で大長州大使さんになってた前将軍が病死しその補佐役という人の方が将軍になったことで始まりますはい、まあ、これはい長州政罰のまあ中止に伴う、はい、フランス公使レオン・ロッシュとしては助言をします、うん、ヨーロッパを目標に中央集権制度を目指して軍政改革なんかも行いますうんなんですけど、まあ、そもそも第二長州政罰の敗北など 幕府の名はもう尽きていたので慶喜、うん、はあまり何もできずに大政奉還をして幕府は消滅しますただこの時にされた人材が明治政府から活躍してきますへえー、なるほどねまあでも慶応の改革自体はまさにまああのー、何もできずにっていうのがんかそのあ時間がなかったですか これは逆に言うとあの、改革とは呼べないって言ってもいいぐらいの,あのものだと思うんですよね、その,あの、号令はかけようとしたかもしれないけど、結局何もしてないじゃんみたいな話で、えーまあ、終わってるかなっていう印象はありますね。まあこの制度に抜擢されて、最後、江戸城を無血開良したのが初改修です、ね。ですよねはい だからまさに勝川舟なんかもそうですけどその人材は幕府の中にもまあいたわけですよねだからやっぱりあのその人がどこの家に生まれたとかねもちろんその,あのその時その時のこのポジションというかポストとかにもあの影響は受けるんですけど人材がいなかったわけではなくてなんか本当に人材が いいタイミングでいいところにねこう配置できてるかどうかっていうのがまあ難しくてだって別に摩だってあのいろんなことがあっての話でしかないわけでなりあけらにしたって,ってあの途中で亡くなるわけだしそういうそのまあ彼なんかもまさに志半ばで亡くなるわけですよだかか本当に難しい中で逆になんか 残った人たちがどう、こう、なんか支えたかというかね、頑張ったかっていうのも大きいのかなという気はしますよね。うん。ということで、じゃあまあ、あのー、本当になんか江戸時代のね、その、まあ、三大とは、まあ、三がまあ、いわゆるマジックナンバーとして、まあ、三名城とかね、まあ、いろいろ、えー、あるいはその、兼六園と、えー、後楽園と、快楽園を三名園という,いうように、 こうまあ、何でも3にまとめたがる周り、えーまあ、は四天王みたいなね3とか4とかあるいは7とかねこういうその、あのー、まとめたがる、えーまあ、風潮というか傾向が一定あるのは分かるので、まあ、それもあってのまた、あ、三大改革がここまで定着した、えー、なんか背景はねなんとなく分かったかなというのと、えー、実際、あのー、江戸時代って、まあ、今回 まあ見てると、まあ、本当に三、あのー、代家光ぐらいまではまあいわゆる武断政治と呼んでいた頃はまあ改革なんてのは全然あの気にする必要もなかったんだけど、まあ、逆に言うとそれ以降四代将軍以降ってもう改革に次ぐ改革でほぼだってあのなんていうか休みなく全政権の失敗を こうなんとか立て直そうでもそれで、あのー、一瞬どこかだけが良くなるけど全体的に見るとどん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 こう、えー、悪化していってでもその悪化の背景は別に幕府が無能だったからっていうことではなくてむしろ社会構造の変化であったりあるいはその天変地異が、えー、起きたりとかそのまあ 陣地に及ばないところというかその少なくとも将軍の陣徳とは全く関係のないところでこう起きていってるでもそれに対応を迫られ続けていたまあ幕府って結構つらいなっていうなんかそういう印象をまあ持つんですけど先生最終的にこれまとめとしてどんな話に たぶん一つの切り口としてはまさにおっしゃってくださってる構造って話があって、ちょっとまあ一瞬ちょっと視点を変えて、農村から見てきたいんですけど、もともとお米を作ってて、日本ってのはそのお米のまあから税金を取って、昔から国が成り立ってたんだけど、江戸時代って、そこにすごく進化がして、まず商品作物ができたりとか、同じ田んぼにしても、肥料とか農機具って出てくるわけですよはいはい、はい。そうですねで ただ、資料、農機具に投資のお金が必要だと。そうすると、成功者は社成功していくてところで、農村が明らかにも変わってくるんですよね。あの各あう支配層と支配される層と。この支配される層が先が見えたから都市に流入していくと。うん、と不安になって、社会が不安になっていくと。うん、で一方を、その鎖国してたんだけど、海外の圧力も出てくると。うん、そういう歪みがあって、初めの頃は心電開花するよとか。 空気を取り除してもらうとか前に帰ってんでたのが、うん、まあそうな,のなってきて手を打てなくなってくるとだからまあ言ってみるとまああのワクチンなんかと一緒で一回目は効きます、うん、そうそう,そう,そう,そうだけどもう二回目三回目になっちゃうと効きませんよっていう話になってくるから、うん、だから吉宗の時はシ素ケン薬がっていうワクチンが効いたかもしれないけど。 松田平定信、水野忠国とかって、二回三回打っても、もうそれやったしっていうので。こう、みんな、あの、だん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 、それでは、こう、世の中が好転しなくなっていってるっていうのは。まあ、なんか普通にありそうです、ね。多分、為政者は、もう強烈な成功体験があるから。いや、うん、しみね様と思って、なんか同じことをやれば、同じ結果が得られるっていうふうに。こう、思ってしまう。まあ、これも多分、その。 経済学が存在しないからだと思うんですけどその辺のなんかいやでもいやこれは別にあの悪く言いたいわけじゃなくてすごく大変だったろうなっていうなんか同情が僕はすごく強くてあの何もね教科書もないあの別にそういう、えー、なんかゼミを取ったわけでもない。そこなんだつまり 例えば、大名になって、一部のフライダは、老派女子老中ってやっていくんだけど、別にあの、士官学校とかないんですよ。防衛大学校とかも。政治学校とかないので、もしかしたら、ゼミオ塾もないから、政治家になろう、そもそも政治家になろうと思うと、さっこよさんおっしゃった通り、に、フライダの前になると政治家になれないし、なってやろうと思っても、そもそも勉強する相手がいないんですよ。だから、みんな手探りでやるしかないので、その、 いやよく、まあ、よくやったなと思うのと、あの関心っていうか立派だなっていうね、そのよくやったなっていう感想とあの、それはうまくいくわけねえだろうみたいな、ね、そのこの成功率の低さみたいなところの,あのなんか納得感というのかな。それはなんかあの、今回見ててもすごくあるし、でまあ、だからこそあの、こうなんか、 こ嫌いになれない松平貞武だったり、水野忠國みたいに、あの使命感と正義感にう熱く燃えた人たちが、うんね、あのいたっていうね。まあそのこと自体、まあ、僕はあの繰り返しますけど、同時代に行きたいとは全く思わないんだけど、あの僕は娯楽も好きだしね。そんなの禁じられたくないしね。だけどあの、こういうなんか、こう、意欲に燃えた人がいて、 でまたその人にあの託そうとする幕府もあのいいなって思いました。あの <laughs> もちろん、あのまあ、藁にもすがる思いだったのかもしれないんだけど、でも、なんかそういう意欲のある人が、こう、海そうとに置かれるんではなくて、えー、一回やらせてみようっていうね、そのチャンスをあのもらえたっていうのは、もちろんもらえなかった人も多分いっぱいいたと思うんだけど、 まあ少なくともこういうあのチャンスをもらえた事例がね、あったっていうのは、なんか、あの江戸時代のちょっといい話というか、なんかそういう印象で,す、ね、でそ総論でいくと、多分この改革って延命効果があったんですよ、結構な。はい、250年間の、僕は60年か70年ぐらいこの延命してるなと思うんでっね、うん、あとはやっぱり最後の幕末の時にフランス式の要請改革をしたことによって、人材を排出したりとか、留学生も出してるんで。うんうんうん あと結構その最後の時にあの海軍をしっかり整備してるんで陸軍、はい、海軍、うん、そこはすごくいいことだなと思っててなるほど、ね、洋平式のもと入れたっての、うん、洋式兵法ってのはまあそれはあのそれこそ坂の上の雲とかにつながってる、はい、話ですよねうんまあなんかまあ確かに歴史がつながってるので別に江戸が終わったからといって江戸時代にやったことのすべてがご破産になったわけではなくて まあそこでこう学んだこととか得られた経験が明治にも生かされてるっていうのは全くその通りだと思いますよね。あとやっぱりこ野さんおっしゃった通り家康と吉美では真剣化しつきっていう。うん、まあ、これは本当になんかあの、いろんなところで出てくる話だし、なんかその、この江戸全般にこうなんか根強くありますあね、良くも悪くもね。もちろん なんか,いか,かったことも僕はあったとは思うんだけどただまあ相対的に見るとなんかその悪影響のほうが大きいかなっていう印象はありますけどね。あとやっぱりその当時の日本の基盤だった農村っていうのが変わっていく中でそれに全く手を打たなかった、うん、打ったかもしれないけど打たないように見えたっていうのはよくないと思ってて、うん、まあ農村にもうちょっとちゃんと考えなきゃいけなかったのかなっていうのはありますよね。そそ、はい、そうですよねあそれがさっきその 先生のね話であ,のあったっていうそれまで税金、まあ、年貢っていうのは米で、えー、物納をしてたけどあのどこかのタイミングで銭に変えてなんか、えー、納めるみたいなそのこう転換みたいなことが行われていったっていうのもっていうこれもその貨幣経済がこう、まあ、発展浸透していく中で まあ、もちろんねあの米を運ぶより銭を運んだ方があの、まあ、早いし軽いしっていうのはもちろんあるしあるいは、えー、結局今の,その手形や為替と一緒であのそのものを運ばなくてもあのこっちにある50両の、えー、所有権を書き換えるみたいな形でそもそも運ばなくていいじゃんみたいなあのまさにこれってすごい現代的なねその経済学に。 の話なんだけどただその時もそお米のじゃ質問お米にとって上中下の米があるわけでその質問を担保できないとかあそもそも同じ米なのかみたいなこともあるからその辺も全然整理しないでいろんな仕組みが進んでいったので、うん、なんかそういうところの法整備をうまくできないまま抜け穴が多かったっです、ね、そうそうで貨幣経済が進んでいってしまって、うん、信用取引も始まっていったんだけどだかそもそも信用が成立してないところに信用取引が持ち込まれてしまうと ままあうまくいいかないですよねあそういう法整備をなんかあんま気にしなくて江戸時代はすごく進んでしまったので、うん、本来そういう質の担保とか含めてあと法整備、うん、そういう商業政策もっとしなきゃいけなかったのが、うん、あんま商業政策をちゃんとしてないので、うん、で困るのが現場の町奉行っていうそうですね。あ、本当、うん、奉行ってほとんど各所の町奉行一番の仕事って携帯案件だったんで<ー>そは仕事費がそんなにちゃんと法制しないから、うん、結局今までの例からやってるしかないから。はい まあの前例をまあ踏襲するにしても、そもそもねその前回の判決自体がその経済学もその金融学もあの何もないところでこう判断されているわけだから、間違ったえまあ判例がどんどん踏襲されていくことになるんでこので、法治主義っていうことの、そこはあの過渡期におけるあの欠点ですよね。 1回間違った判決判例が2回目3回目の,その参考にされてしまう,う難しいまた間違ったかどうかも分からないつまり経済につですて、ねね、当時の日本がそんなに進んでたわけじゃないので、うん、そもそもそれは正しいと思って、まあ、次も同じね判決判例をまあ下すわけだからあくまでも日本の当時の仕組みっていうのがお米の年貢っていうところにすごい固執しちゃってたので、ね、うん それがやっぱりどどっっかかかで本当は改善しかいけなかったんだけどそれはでもほら信長もやろうとしたけどできなかったことだし、うんそのね、ずっとこの貨幣を基軸にっていうのはうあのこう秀吉も含めてねやりたかったけど結局できなかったっていう話なので,、うん、でまあ江戸で <laughs> まあ別に異政者が やろうとしたわけでもないけど、もう勝手にあの自然の流れで、そういう風に貨幣が中心になっていったときには、今度は逆にその、うん、武士側が対応が遅れてしまったっていうのもまあ、皮肉な話ですよね。うん、うん。なるほどね。いやでもあのすごくいい勉強にあのな,なったと思います。多分僕だけじゃなくて、これをご覧になられた方も。まあ、少なくともあの3。三大改革。 っていうのが、まあ、別にあのそんな3つどころじゃないぞっていうその江戸時代って改革に通う改革の歴史だったっていうことも多分分かっていただいたと思いますし、えーまあ、徳川吉宗のねその教皇の改革っていうのが、まあ、さも成功例のように言われてるけどもちろんこれには成功した部分と、まあ、そうじゃない部分があってでただ、まあ、同時代的にはあるいはそ少なくとも江戸時代においては 大成功例としてこう認められてしまったがためにまあ後の,あの人たちがまあこれをえモデルケースに自分たちもまあ改革をすればえ立て直せるっていうふうな誤解をねあの生んでしまったっていう点でのまあこの功罪というか悪影響の部分っていうのもなんかま分かったというかねこの締め付ければ良くなるみたいなもう絶対に。 あのダメだろってあの言いたくなるようなことがあのいやこれが唯一のあの対策なんだと思わせてしまったのはまあなんか不幸な話ですね絶対思い込んでますね唯一ね、うん、もう懸念すればんとかなるって思ってそうですよね絶対見失と懸念でそうですねいやでもあのー、僕はほらあの若干なんかその江戸の風俗とかにも興味があるので、はい、まあさっきの逆に取り締まられていた側にもあのすごく。 関心があるんですけど、まさに取り締まられていた時に、要するに、あの、確か水野忠邦の時だったんじゃないかと思うんですけど、その、着物はネズミ色しか着ちゃいけないみたいな。で、そのネズミ色を、あの、バリエーションを、もう、たくさん生み出して、ネズミ色の中でのおしゃれを競ったみたいな話が、あの、僕はすごくいいなって、その、そういう庶民の、庶民、町民のね、このなんか、 なんていうのアナーキズムというかこのお前らがそうやってこうあの制約をねかけるんであればその制約の中で俺たちはその楽しんでやるっていうこのこの,、ね、このこのん、えー、かね掛け合いというか、ね、これはなんか僕はあのいいこの文化の生まれ方だなと思っていてれて。 締め付けがなななかかっったたら生まれなかったはずなんですようん、うん、赤だの黄色だの好きに使っていいよってなってたらそんなネズミ色であの15色とかっていうのは生まれなかったはずなんだけどネズミのしか使っちゃいけないこの制約ってすごく、えー、アイデアの,あの源流としては大事な話でそういうのもあるのであの、うん、一概にこう締め付けが こう、良くない結果しか生んでないかっていうと、僕はそうとも思ってなくて、そういうのも含めて、なんかその、こう、まあね、よく、あの、この番組でも話をしますけれども、こうなんか一面的にこう何かを決めつけるんではなくて、まあ、どんな、あの、物事にも、まあ、いい面もあればそうじゃない面もあるしで、いい結果につながってることもあれば、それが回り回って、その、その先でね、 悪いことの,、うん、あの種になってたりもするので、まあそういうのこところはちょっと、まあ、まあ客観的にというかこうあの冷静かつ公平に見たいなっていうのは今日も思いましたね。うんうん、はいじゃあまあそんな感じで、えー、今日のね3、まあ、大3、まあ、つじゃなかったんだけど3 <laughs> え三大改革の話はあの終わりにしたいと思います。 じゃあまた、えー、次の番組で、えー、お会いしたいと思います。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました